はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。エトワリア夏の一枠2020というイベントが追加されました。これ非常に短期間のイベントで29日までです。水着イベントがあるその後あるみたいで、29日より夏休み宿題大作戦っていう新イベントが開催されます。この水着ですね、チャレンジするためのものです。シナリオクエスト一節ずつやるんだったっけ。ということで一節いってみましょう。これだけかな。キララさん夏が好きなんだな。もちろんです。それが好き。こんにちは。お、はるみ。以下のクエストは改正をされましたということで、収集クエストを開発されて強化素材 大量に獲得できるってことで、おお、なんかすごいな。初級の一つずつをやっていきましょう。ただえー、初級ですね。夏の夜のお祭り巡り、これがですね、緑の属性なので赤、赤ってこれか。の属性です。そんなに強くない。小羽行きましょう。行ってくるです。うまくできるかな。今は我慢の時だね。私が助けるね。アズニア死んだら何もならないですからね。
ラトリック。やむを得ないね。やばいの使い。レベルを少しずつ上げております。まあ、まずは初級がこの通り。こちらですね。これが、こちらの属性ですね。草属性。風属性か。いろいろありますが。コン。スカーレシーンはまた今年も出てくるかもしれない。守りもしっかりしなきゃ。やっちゃいますよ。皆さんのやる気をアップします。いいですね。何するんですか。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。頑張るぞ。弱いからな。皆さん頑張れ。攻撃は強いんだけど、2人弱いからな。うまくいくといいんだけど。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。強い。ハマったら強いんですよね。10万。勝利のポーズ。あ、レベル3なのに。こうかな。攻撃力は抜群です。こういうふうに夏の一幕収集クエストもやれるわけですね。ちょっと鍛冶屋行ってみよう。こんばんは。冷える夜こそ熱く鍛えるぞ。武器スキルまだ35。今後どんどん上げていかないとね。この辺は武器スキルはすごい大事です。残りの2人はどうでしょう。14まで上がってんのかいうのは少しずつは上がってますね。カオス先生は4です。まだまだだな。僧侶ですからね。これをこうしてで何を鍛えるんだ。あ、カオス先生は僧侶か。じゃあこれあげないといけないですね。
これをこうして大成功きた。レベル11になった。出来上がり。何を鍛えるんだ。はい、ということで、まあ、必要な素材数も求められますからね。特にこの珊瑚石がなかなか難しい。なのでまあゆっくりやっていくしかないと思います。ということで今回はもうエトワリエ夏の一幕のシナリオクエストは毎日回復されまして、シュシュ乱戦クエストをやってみました。ぜひよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。